吉谷さん、どこを切り取るのかですね。人生もどこを切り取るのかで、私もホームレスだった時代もありますけれども、そこを切り取ってね、今の暮らしと重ね合わせてその落差を演出することもありますけども、でも未だに私がね、麻雀店の人みたいに言う人もたまにいらっしゃるんですよね。10年前は麻雀店の人でしたからね。まだネットビジネスが本業とも言えるレベルではなくて、稼ぎ始めてはいたんですけども、まだ1年目でしたしね。で、今ネットビジネスの人かっていうと、そうでもない。即果塾何をやってるんだろうみたいな。はっきり言ってアフィリエイトをね、ガンガンに押してるわけでもないですからね。アフィリエイト、リストを取ってそこにね、広告流し込んで、新しいメルマガの登録を流してオプトインみたいなこともやってませんしね。ルール転々時代は変わるもんですよ。今何やってんでしょうね、私もね。なんかよくわかんなくなってきましたね。でも結局、吉谷さんが言われるように、コンテンツ販売ってのは、いつでもあるんですよ。もう変わらずあるんですよ。だからそれなのかなって気がしますね。結局 FX オリギャルヒって言っても、コンテンツ、コミュニティ販売ですかね。実はね、新商品昨日から出てるんですよ。で、注文も早速入ってるんですけども、FX の補助教材ってやつですよね。だから FX を軸にして、オリガルヒに入れない方のために、低価格の、昨日は3000の商品なんですけども、小出しにしてるって感じですかね。その前はね、5万円の商品だったんですよ。やっぱそれもそこそこ売れるみたいなね、ことがありましたけど、1万とかね。だから FX オリガルヒの切り取り版ですか。FX オリガルヒの方にはもう全部、どんだけ補助教材生まれても無償提供なんですけども、FX オリガルヒ本編に入られてない方には一部をチラ見せチラ見せみたいな感じで。だからトータルで見ると FX オリガルヒの方が絶対得なんですけどもね。だから一旦まとめてボーンとオリガルヒの費用が払えない方向けなのかなと思いますけども、でも小刻みに買ったらね、すぐに10万とかいっちゃいますからね。どこを切り取るかですよ。 FX オリガルヒの一部を切り取るのか、はたまた人生のどっかを切り取るのか、一番イケてない時を切り取るのか、イケてる時を切り取るのか、それが問題だということでございます。いってらっしゃい。